近鉄吉野線。吉野線は、奈良県柏原市の柏原神宮前駅から、奈良県吉野郡吉野町の吉野駅までを結ぶ、近畿日本鉄道、近鉄の鉄道路線。大阪、京都から飛鳥、桜で、名高い吉野を結ぶ路線である。南大阪線の大阪安部屋橋駅から、吉野駅まで、急行や、桜ライナー、観光特急。 青の公共局などの特急が直通運転されている。吉野線にはローカル線の加算運賃が適用されている。また、柏原神宮前駅坪坂山駅間の各駅で、スルッと関西カードが利用できる。吉野口駅と薬水駅を除く各駅でも、自動券売機設置駅では切ップを買う時のみすると、関西カードが使用できるが、 自動生産機が設置されておらず、降車時に利用できないため、公式にはエリアには入っていない。なお、2007年4月1日からサービスを開始した IC カード、ピタッパ、アイコカは全線で利用できる。また2013年3月23日から、スイカなどの全国総合利用 IC 乗車カードも利用可能となっている。全線、大阪東葛部。 旧天王寺営業局の管轄である。柏原神宮前駅では、定期列車は西側にある4.5番乗り場から、発車するが、柏原線ホームから発車する、貸切列車との乗り換えが必要な貸切列車や、柏原神宮前始発の臨時列車などは、東側にある0番乗り場を使用している。柏原神宮前駅を南下すると坪坂山駅までは、国道169号と並走する。 住宅地をくぐり抜けてまず、岡寺駅を出ると、右にカーブして、アスカ村の玄関口であるアスカ、そのまま南下をするとツボ坂山駅である。ツボ坂山駅からは新道西に変え、国道百六十九号と一旦分かれる。田んぼの真ん中を進み左にカーブすると、市の駅、その先で再び左にカーブすると、ク津駅を越えた先まで、しばらく直線が続き、この区間では、 特急が最高速度時速 100km で運転することができる。蘇我川を渡ると右手から和歌山線が合流してそのまま吉野口駅まで並走する。国道309号の高架橋を潜って和歌山線と一度分かれるが薬水駅で再び和歌山線と接近する。薬水駅は乗降客数が奈良県内の近鉄線の駅で最も少ない。 左右に連続するカーブを抜けて進むと、駅前が大規模に宅地開発された福神駅、トンネルを潜って南下し大型駅と続くと、左にカーブして等身し、右手に吉野川を眺めながら下市口駅に着く。下市口駅からは、大峰山のある天川村道川方面へのバスも発着している。下市口駅を出た先から、坪坂山駅で分かれた。 国道169号と並走を始める。坪坂山駅下市口駅間は、線形が西側の御所市内にある吉野口駅を一旦経由して四角形の三辺を通る格好になっているのに対し、国道169号はほぼ直線に南下しているため、車よりはるかに遅いと言われることもある。日中に特急の列車交換が行われている小しべの駅に続く。 六電駅は、古市県尺六電車庫が併設されている。六電駅はかつて、吉野駅と名乗り、吉野線の終点であった。吉野駅を名乗っていた時のホームは、六電駅を出た先の南側にあり、車庫の留置線として使用されている。国道169号を越えて、山側に移り、トンネルを三つ抜けると、大台ヶ原への最寄り駅である大城市駅に到着する。 柏原神宮前駅から下市口駅山と上市駅へは、奈良交通バスも利用可能であるが、昼間はバスよりも各駅に停車する休校の方が、所要時間が長い。時間帯は限られるが、柏原神宮前駅において、吉野行き特急と山と上市駅方面行きのバスが、1から2分の差で発車することがあり、近鉄特急の方が料金が高いにもかかわらず、 行落シーズンを除けば、ロック電駅、大和上市駅への到着時刻にほとんど差はない。大和上市駅を発車して、すぐに右へカーブすると、吉野線の一番の見せ場である吉野川を渡る。吉野神宮駅から周囲に山が迫り始めてしばらく進むと、終点吉野駅に到着する。ほとんどの急行と特急が南大阪線と直通運転している。 昼間時間帯は特急と吉野線内では各駅に停車する急行列車のみの運転で普通、準急列車は朝と夜を中心に運転される。柏原神宮前から吉野への所要時間は特急で約40分、急行、普通列車で約50から55分であるが対向列車待ちの少ない一部の急行、普通列車は特急と ほとんど変わらない40分強の所要時間で走る列車ある。1998年のダイヤ変更では、平日ダイヤでは、特急が1時間に1本しか走らない日中の時間帯に1時間2本ある上り急行のうち1本の対向待ちの時間を極力詰め、最大で8分ほど所要時間が短縮された列車があったが、ダイヤが不当感覚になることや、 特急停車駅が増えたこともあり1年で元に戻された。なお、1990年までは大阪安部屋京駅吉野駅間を直通する日中の急行が1時間に1本の割合の運転であったため、準急も同様に1時間に1本の割合で吉野駅まで直通運転されていたが、同年3月のダイヤ変更に伴い、 吉野駅直通の準急は、吉野駅発着の急行と柏原、神宮前駅発着の準急に分離する形に再編された。2012年3月20日ダイヤ変更以降は、土休日の下り1本、上り2本のみの運転となっている。南大阪線の最大量数は8両であるのに、対し、吉野線の最大量数は4両であることから、特急、 休行は平日ダイヤの朝湯を中心に、柏原神宮前駅で車両の増、解決を行う列車が多い。区間休行は2011年3月13日まで、土休日ダイヤの吉野初大阪安部屋橋駅一本のみ、早朝に設定されていた。なお、大阪安部屋橋駅から、吉野方面の最終列車と平日のその前の列車は、柏原神宮前駅の区間休行で運転され、 柏シ神宮前駅から吉野駅普通として運転されている。これは吉野線に区間急行が乗り入れたのが2003年と近年のことであったため、ほとんどの車両に区間急行吉野の方向幕がないからである。ただし、区間急行しも一口の表示がある。区間急行は乗り入れ廃止後も駅や車内に、軽出の停車駅案内では吉野線の駅も、 運転区間含めて掲載され続けていたが、2015年の駅ナンバリング導入による停車駅案内の更新により、運転区間から省かれた。吉野の観光客のために、春の多客機には、大阪阿部屋京駅吉野駅間で、臨時快速急行を運転することもある。古市駅が特急停車駅、朝晩時間帯のみに加わって、以降、古市停車の特急と、 快速急行では、停車駅が完全に同一となっており、この場合両種別の違いは、使用車両及び全席指定か、全席自由席かのみである。ただし、ダイヤの都合で、柏原神宮前駅に10分停車する。このため吉野江は、定期運転している特急と急行が先着する。2010年3月19日のダイヤ変更で、柏原神宮前駅を始発駅とする。 吉野線内普通列車は大幅に削減され、2011年3月15日現在、平日は吉野口駅3本と坪坂山駅1本、六行駅1本、と休日は吉野口駅1本と坪坂山駅1本が運転されるのみとなった。六電駅には古市県尺六電車庫があるため、深夜には吉野初六行駅が、早朝には六電初吉野駅が運転される。 なお、線路保守工事のため、数年に1回程度の割合で下市口駅、吉野駅間が昼間時間帯に運休することがある。運休時間帯は、柏原神宮前方面からの列車は、すべて下市口駅で折り返し運転となり、この区間に、奈良交通による代替バスを運行している。大晦日から元旦にかけての終夜運転は1988年の大晦日。 1989年の元日早朝より開始され、特急は運転されず普通のみが数本運転される形態となっている。1990年代後半以降は削減傾向となり、年によって異なるが、運転間隔が1時間30分から3時間となっている。2000年代後半は、吉野発が例時代を最後に全く運転されないこともあった。時刻については、 近鉄の公式ホームページでも紹介されている。南大阪線系統の各形式が使用されており、ワンマン運転を行う列車にはワンマン対応の6432系が使用されている。吉野京弁鉄道、後に吉野鉄道に解消により、吉野山への行楽輸送のほか、沿線で産出される木材を輸送する目的で建設された。 そのため、国有鉄道との貨車直通を考慮して期間は1067ミ、mm、リメートルを採用した。吉野山の花見シーズンには直接、客車も乗り入れ港町駅、現在の JR 南波駅から吉野への臨時花見列車も運行された。谷崎純一郎の吉野くずには、京弁鉄道時代の吉野線の様子が記されている。吉野口駅で、 今の JR 和歌山線と線路が繋がっていたが、後には、市場のあった桜井市への木材円滑輸送を、図るべく、桜井線うねび駅まで路線を延伸した。その後、大正から昭和に入った頃に、近鉄の直径母体である大阪電気軌道、大気は、自社の保有するうねび線、現在の柏原線の柏原神宮前から延伸して、 吉野に至るまでの鉄道敷設免許を習得した。そして、大輝は免許線に並行する吉野鉄道を買収した方が得策と考え、また、吉野鉄道も並行線を敷設されれば大きな脅威になると考えたことから、1929年に吉野鉄道は大輝に合併されることになった。なお、大気への統合直前に、 大阪柏原岩で大気と平行路線を有する大阪鉄道、大鉄、現在の南大阪線などを建設との直通運転が開始されているが、これは大気の路線が 1435mm の標準機を採用てより直通が不可能であったため、機関が吉野線と同じであった大鉄とそれを行わせるのが利用客の便を考えると良いとされたからだと言われている。 しかし、大気では、自社線や子会社のなら電気鉄道からのルートでの、吉野へのアクセスを改善すべく、宇根び線と吉野線が接続する、旧貸原神宮駅から、大阪鉄道との接続駅である久米寺駅の間を、三線上下し、二回の乗り換えが一回で済むように、久米寺駅までの電車乗り入れを行ったりもしている。久米寺駅では、 吉野方面から来た電車の客を大気に誘致すべく、呼び込みも行われたという。また、大阪鉄道は、吉野線との直通運転開始から間もなくして、大気の参加に入り、1943年には、大気から名称を変更した関西急行鉄道、関急に合併された。その前の1939年には、柏原神宮拡張工事のため、 九柏神宮前駅と久米寺駅などの統合も行われている。これに伴い、当初から貨物輸送が主体で旅客に関しては大気、大鉄ルートがメインとなっていたうねび駅への路線は、完全な盲腸線と化し、小房線、大佐線という独立線名を有するようになったものの、1945年には柏原線と並行することから、旅客営業が廃止され、1952年に、 全廃された。2018年5月15日、異なる機関の路線間を直通運転できるフリーゲージトレインで京都線の京都駅から柏原線を経て吉野線の吉野駅まで直通運転を行う構想が明らかにされた。2018年6月22日付で開発推進担当の役員を置き、フリーゲージトレインの開発に着手する予定。 2015年11月10日調査による主要駅の乗降者数は次の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。